はい、それでは1時になりましたので、計算科学技術特区の C を始めさせていただきたいと思います。今日からまた講師が変わりまして、リスト吉澤さんに、お話しいただこうと思います。はい。よろし、リストの吉澤です。よろしくお願いします。こういう機会を与えていただいてありがとうございます。それで、はじめにアウトラインなんですけど、まあ、私はちょっと、前回までの東堂先生や、その、崎先生の話と、まあ、ちょっと、まあ、変わって、まあ、あんまりその、物理的な学問の話というよりは、私が、まあ、リストに移る前は CMSI の拠点研究をやっていたんですけど、まあ、CMSI の時にやってた仕事の、まあ、まとめみたいな感じになっていまして、まあ、あと結構いろいろ昔話したやつとか、あと最初リストの紹介とかさせていただくんですけど、まあ、人からいただいたスライドとかあって、まあ、なんか雑多な内容になって、まあ、まとまりはないかもしれないんですけど、まあ、一応なんか、私がこれまでやってきた、まあ、アプリケーション開発関係の仕事を、まあ、順番に、お話しさせていただきます。それで、まあ、初めはちょっと最初、リストの紹介をして、まあ、あと、まあ、私が、常吉研究室で主にやってた、XTAP っていう、まあ、平面波コードの紹介と、まあ、平面波コード全体の、まあ、なんか、開発というか、開発方針について考えるにあたって、まあ、出入力を統一した方がいいとか、そういう話に発展した経緯と、まあ、いきさつの紹介と、まあ、あと一応 CMSI のその分野進行っていうか、まあ、プロジェクト絡みの仕事で主にやっていた、まあ、マテアプスっていう、まあ、サイトの運営とか、それを絡めて、まあ、ソースコードを、まあ、公開していくのを、まあ、推進していこうみたいな、まあ、それ関係の取り組みとか、まあ、XTAP 普及関係の、まあ、仕事を、まあ、まとめてお話しします。それで、まず最初に、まあ、リストの紹介なんですけど、ちょっとまあ、私も9月に着任したばっかりで、ちょっとまあ、細かいことは実はよく分かってないところもあるので、あまり、細かくは説明できないんですけど、まあ、K の運用っていうのは、一応まあ、IX ってところに K コンピューターはあって、まあ、そこは理研の施設で、まあ、理研が基本的に運営してるんですけど、まあ、理研全体で全てを賄えてるわけではなくて、その一応ここに、ポインターが出てますか？あれ消えました。ありますね。あります。ここだ。まあ、ここに理研と登録機関とコンソーシャムの、まあ、三位みたいなことが書いてありますけど、まあ、メインに運営しているのと、まあ、登録を、その、K の、まあ、アカウント申請みたいなの、まあ、になっている機関と、まあ、コミュニティとして、まあ、分野進行していくみたいな、まあ、こういう三位一体型で、まあ、連携していっているってことで、まあ、リストは主に、まあ、登録機関としての、まあ、仕事を、になっているんですけど、で、またその HPC として、まあ、その K コンピューターのアカウント運営だけじゃなくて、まあ、K 以外にも日本にはスパコンがいっぱいあるんで、まあ、それらの施設を使う、まあ、なんか申請も、まあ、同時に一緒に、まあ、管理するって形になっていて、まあ、K 以外にもこれらのスパコン施設と、連携して、まあ、運営していっているっていう。まあ、これが28年度に使える計算資源で、それで、まあ、K に課題申請するのは、まあ、何かって言いますと、一応、まあ、なんか、まあ、何でも、その K を動、K 使いたいから申請すれば通るっていうわけではなくて、一応、まあ、審査をされるんですけど、まあ、K でまあ性能が出るプログラムかっていうのもあるんですけど、そのまあ研究の目的としてまあこういうプロジェクトを念頭に置いているってものがまあ採択されているそうで、まあ、こういう条件を満たせば、まあ、学術、アカデミックとか産業とかまあ関わらず応募できるということで、で、28年度はまあ
そのどういうリソースに、まあ、経営が割り当てられていたかというと、まあ、ポスト経営の、まあ、準備もあって結構、まあ、28年度はポスト経営関係も増えているんですけど、まあ、こういうふうに経営の資源が、割り当てられていまして、それでまあ一応登録機関としての業務とともに、まあ、一応その利用促進みたいな、まあ、仕事もしてまして、まあ、経営で走らせるプログラムの、まあ、高度化支援もありますし、まあ、いろいろな、高度化だけじゃなくて、資源の提供っていう支援とか、まあ、講習会で、まあ、そのプログラムのやり方を、まあ、学ぶとか、まあ、ここに書かれているような支援を具体的に、行っていまして、でまた、一応、まあ、HPCI ポータルサイトっていうのを運営してまして、まあ、ここのページを見ていただければ、まあ、基本的な情報が全部書いてあって、まあ、HPCI ポータルとその検索していただければ、まあ、このページに行けるんですけど、まあ、そこの、まあ、利用者用のページの、まあ、その一番上の、まあ、ここら辺のところをクリックしてもらうと、まあ、リストがやってる業務の、まあ、支援の、まあ、実績だとか、支援を申し込みたいときは、まあ、どうした。まあ、基本的に、まあ、こういう、まあ、経を利用したいなとか、支援を受けたいなと思ったら、まあ、このページを見ていただければ、まあ、基本的な情報はわかるかもしれません。それで、まあ、一応、リストがやっている、まあ、講習会とか、その提供してる資源とか、まあ、そういうのがまとまってる図が、これなんですけど、それでまあ一応、今回はまあ産業利用に関してだけのまあアプリケーションのまとめになっているんですけど、まあ、産業企業が、経営でどういうアプリを用いているのかまとめた表がこれなんですけど、まあ、固定 MD とか、まあ、流体系が結構、やっぱり材料系とか、まあ、デバイス開発とか、まあ、そういう系統が多いのかもしれないんですけど、まあ、そういう、まあ、シミュレーションとか、まあ、そういう関係が上に出てきまして、まあ、CMSI 分野に関係だと、まあ、モジラスとか、まあ、OpenMX が、まあ、産業、系で、まあ、産業界で使われているアプリということになっています。それでまあ一応それは、まあアプリの具体名じゃなくて一応まあどういう分野が使われているかっていうのがまあ円グラフになっているのが、でまあ流体解析とかまあ計算科学系がまあ多いなという、まあこれはまあ産業界なんだ、まあ、アカデミックな人はあんまり、まあ、関係ないかもしれないんですけど、で、まあ、具体的な会社としては、まあ、これらの会社が、まあ、経で、まあ、アプリを使って、まあ、いろいろな開発の関係の仕事をしている。まあ、これらの企業に使われているという。で、まあ、一応、まあ、あまり会社絡みのことを皆さん興味あるかわからないんですけど、まあ、それ絡みの、まあ、どういう関係が、どういう会社が使って、まあ、どういう成果が出てるかって、もし興味ありましたら、やっぱり、まあ、こういうポータルサイトに全部情報が載ってるんで、まあ、興味あったら見ていきたい。で、まあ、一応、その成果とかも発表されていて、まあ、一応、まあ、他人がやった計算結果とかも、まあ参考にすると、まあこのパラメーターがダメだったとか、まあこういうことをトライするとうまくいくかもしれないっていう、まあ情報がわかるかもしれなくて、まあ一応、まあ高分子材料関係の、まあ報告書が、まあトップに来ていると。まあこういうのも興味あったら、ぜひ、まあポータルサイト、見ていただきたいんですけど、まあ、その、まあ、今まで始め、話してきた、まあ、話を、まあ、ちょっと簡単にまとめますと、まあ、リストっていうのは、まあ、具体的に、まあ、支援を行っていまして、まあ、私たちの、まあ、
支援する部署では、まあ、このような支援を行っていまして、で、まあ、一応依頼されたら、まあ、相談して、まあ、作業をして、で、結果報告っていう、まあ、こう、支援の依頼を受けたら、まあ、こういうスケジュールで、まあ、話が進んで、成果報告まで行くっていう例で、まあ、もし今までの話で、まあ、興味ある方がいましたら、まあ、支援の申し込みなども、まあ、全部、その、ポータルサイトに、書いてありますので、まあ、見ていっても、まあ、なんか、サイトを見ても、具体的によくわからなくて、まあ、さらに詳しい、知りたいって方は、まあ、ここにあるヘルプデスクに、まあ、わからないことを書いておくっていただければ、まあ、お答えするので、まあ、もし何か興味あったら、まあ、ご連絡いただきたいと思います。それで、まあ、最初の、まあ、10分で、まあ、今いる、まあ、リストの、紹介が終わったんですけど、で、まあ、これからはちょっと私が、まあ、CMSI で実際にやっていた仕事の、紹介をするんですけれども、それで、先週と先々週の尾崎先生の話で、まあ、DFT の、説明とか、まあ、スードキーポテンシャルっていうのはどういうものかっていうご紹介があったので、まあ、私は、まあ、あんまりそういう基本的な説明は今回省略させていただいて、まあ、具体的な私がやった仕事のことから話させていただくんですけど、で、まあ、OpenMX のコードとの違いは、その、起動展開する規定の種類が違っていまして、まあ、いくつかその、電子起動を展開する規定っていうのは選択肢があって、で、まあ、この前ご紹介いただいた、尾崎先生のコードは、まあ、OpenMX。なんですけど、私が今回話すのは、まあ、平面破棄定で、まあ、それ以外に、まあ、RSDFT っていう、まあ、実空間の規定を用いる、コードもあるんですけど、それで、まあ、なぜ、まあ、平面破棄定が良いのかっていうのが、まあ、吉本、一緒に、まあ、今、メインの XTAP で開発されている、まあ、吉本さんが、まあ、講習会のとき、XTAP の講習会のときに、まあ、話させてる、あの内容を、まあ、まとめたスライドなんですけど、まあ一応、まあ周期系のやつを、まあ解くのに適して考えられていて、まああと、まあ力とかが、まあうまく求まりやすいんで、まあ構造最適化しやすいとか、まあその方程式を解くときに、まあ簡単な場合、まあケースバイケースなんですけど、まあこれらの、まあやつがあって、まあ結構昔から、多くのコードが開発されているんですけど、それでまあその平面破棄定を用いているコードの一つで、まあ XTAP っていうコードがあって、これが今私が所属していた東大理物の常幸研の研究室の前の前の研究室頃から開発が始めて、まあ代々まあ受け継がれているコードなんですけど、まあ、ここに一応、まあ、歴史みたいのが書いてありまして、まあ、前期研の前の前の研究室ぐらいの、まあ、上村、上村系の、があったときに、まあ、元となる、まあ、コードが開発されて、まあ、それからいろいろその研究室の、初心者の方が、まあ、いろいろ、他の研究機関に移ったりとかして、まあ、いろいろ枝分かれしたり、まあ、いろいろされ、したりしてるんですけど、まあ、まあ、90年頃タップっていうもん、まあ、で、タップがいろいろな研究室で、まあ、枝分かれして使われてる場合が多いんですけど、タップをさらになんか、OpenMP とか MPI など、こう、並列化したのが、まあ、今、東大情報理工の吉本さんで、それを一応 XTAP と名付けて、まあ今、常幸研とかでも盛んに使われているコードなんですけど、それでまあ先ほどもちょっとその平面破棄定のコードはいっぱいあるっていうお話をしたんですけど、まあこれがまあ2012年頃の昔のまあトレントから引っ張ってきたもので、ちょっとそのまま PDF を画像で貼ったら見づらくて申し訳ないんで、ちょっとまあ
見えないとこは、まあ、トレントを見てくださいと言いようがないんですけど、まあ、ここで言いたかったことは、一応、まあ、これが第一原理のソフトウェアを、まあ、まとめたものなんですけど、まあ、その中でも結構 DFT、平面波規定の DFT のコードは赤で囲まれてて結構数があると。それで、まあ、次の表は海外のやつをまとめたやつなんですけど、まあ、それも結構国内外的に、まあ、いろいろなコードが開発を進められてあるっていうことがわかると思うんですけど、それで、まあ、まあ、先ほどのまとめにもありましたように、結構昔からよく開発が進められて、まあ、いろいろな、なんか研究室で開発されてたりとか、まあ、数多くて、まあ、それぞれ同じ似たような機能になってて、それぞれ、まあ、今まで別々に、その開発が進められてきて、それで、まあ、あんまりその公平列化とか言われるようになる前までは、まあ、黙っていればパソコンの方のフロップ数がどんどん上がったり、CPU の性能が上がっていて、まあ、そんなにプログラムが組む方が、まあ、それは物理の研究者としてなんですけど、まあ、物理とかそういうあんまりプログラミングが専門家じゃない人たちにとっては、あんまりコード化とか考えるよりも、まあ、CPU がほっとけば、まあ、どん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 進化していくってくれてるので、まあ、それを待ってれば、まあ、それでいいみたいな時は、まあ、各自分で、まあ、勝手にその式を試したり、使い勝手がいい、まあ、研究室の手持ちのコードの方が使い勝手が良かったかもしれないんですけど、まあ、これからその CPU がどんどん、まあ、オーバークロックしていくよりは、まあ、最近っていうか、これからは、まあ、公平列化をちゃんとプログラミングの方にもして、まあ、公平列のマシンを活かしてプログラミングがちゃんとできないと、まあ、K だって結局世界一のスパコンって言われてますけど、そのプログラムを作る側がちゃんと公平列のプログラム作れてなかったら、その世界一の性能は生かせてないわけで、そのまあ公平列計算に対応したプログラミングをしなきゃいけないって時に、その日本のまあいろいろな研究室でまあ独自にまあ同じようなチューニングとか並列化をしてるのは、まあ本当にそれでいいのかっていうことが結構その、CBMSI のプロジェクトが立ち上がった時から言われ始めていて、やっぱりまあそのある程度ハイレベルなそのプログラミングとかが必要になった時は、まあみんなでまあコードを統一するまでいくかは分からなかったんですけど、まあみんなでまあ協力して一つのまあコードを作り上げていかないと、この今後の公平列なスパコン時代にまあ対応していけないんじゃないかとか、そういうことが考え始められていて、まあ、私がだから CMSI に着任したときは、その平面波規定の DFT コード、まあ、日本のコードを全体的に見て、まあ、どういう開発が一本に絞るとかある、まあ、一応私、次に話しますが、まあ、エクスタップとか QMAS とかフェーズとか、まあ、そういう有名な、まあ、平面波コードがあったんですけど、まあ、良ければ一つに、まあ、最初統一しようみたいな話もあったりして、まあ、どういう、その、公平列化に合わせて、まあ、どういう開発方針を立てるかっていうのを、まあ、真剣に考えなきゃいけないっていうこと。まあ、ただ単にまあチューニングして早くしようっていうんじゃなくて、まあ、平面波コード全体としてどう開発していくか、まあ、考えようってことがまずまあ私がやった仕事といえば仕事なんですけど、まあ、ちょっとこのスライドに行く前にある程度まあ話してしまったんですけど、まだコードのまあ無駄なみんな同じようなチューニングしてで、マンパワーを無駄にするんじゃなくて、まあ、乱立を避けていった方がいいじゃないかっていうことが、まず最初に考えられるんですけど、じゃあまあ、今、まあ、国内のソフトじゃないんですけど、やっぱ平面波規定で一番使われているのはバスプっていう、まあ、海外の
コードなんですけど、じゃあみんなバスポを使えばそれでいいのかと。だまあ日本でそんな免破規定のコードはもう開発しなくてまあいいのかっていうことにもなるんですけど、でもまあ一応バスプはまあフリーではないですし、まあやっぱ日本人が開発してた方がまあいろいろ、まあ研究者が近くにいれば細かいことも切れたり、まあ便利ですし、まあ K みたいな国家プロジェクトとしてプロジェクトを上げたときにバスプはまあ最初 K で速く走るかよくわかんなくて、別にバスプは K をディスパコンを考えてプログラミングされてたわけじゃないですけど、まあ国内のコードを開発していけばある程度日本のプロジェクトでスパコンを立てるって時に、まあそれ専用のプログラミングをすることも可能なので、まあやっぱり国内にはまあコードがあった方がいいと。で、まあ、まあ後の話にもつながっていくんですけど、まあ本当はその物理的なことを考えれば同じ方程式解くコードはまあ同じ答えが出なきゃいけないと思うんですけど、やっぱりまあそんな大次元理コードって言ってもコードの中でまあある程度まあ禁似というか補完というかフィッティングとかまあいろいろなそれなりのまあ改良というか手法を使ってまあうまく解けるように頑張ってるわけで、それはやっぱりなんか対処物質が違えば出てくる波動関数も違ったりして、でその形が変わればまあヒッティングのやり方とかも変わるかもしれなくて、やっぱりそのなんか開発者が興味あった対象物質に適したコードがまあそれぞれ数あるだけできているので、まあそれが使い分け、その一気に全部まあこれだけってことじゃなくて、まあそれぞれのコードね得意ななんか物質を計算するやつとかがあったなら、まあその目的によって使い分けられた方がまあいいんじゃないか。またまあ手持ちで簡単に書き換えられる、そのバスプとかは一応開発者の許可を得られれば、まあチューニングとかしていいらしいんですけど、まあいちいち許可を取らないと自分で勝手になんか数式立てて、それを反映して、まあ、論文書こうって時に、まあ、めんどくさいので、まあ、やっぱ、まあ、それは尾崎先生が最初にこの前なんか自分でコードを開発する理由は、まあ、自分でなんか考えた理由もすぐ適用したいから、まあ、開発したように。やっぱりなんか、まあ、そのお金かけて、ちゃんとなんか性能のいいプログラムだけじゃなくて、まあ、多少ちょっとバスプよりも使い勝手が悪くても自分でなんか勝手に書き換えていろんなことしていい方がまあ残ってた方とか、まあいろいろだからまあ考え方があるわけで、でまとめるとまあでもやっぱりみんな同じでコード化するのは無駄なんで、まあそのかぶったその開発はしないようにしよう。それでまあその自分の手法に合って、まあ、使い分けるようにしていった方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、だんだんその決まってきたその開発方針なんですけど、それでまあその開発方針が決まる前に、まあ、ちょっと話は前後してしまうんですけど、まあなんかあの QMAS とまあ XTAP をまず統合して1個にまあ統合していって方がいいんじゃないかっていう話があった時に、ちょっとまあ私がその CMI さんに着任した時に、まあバスプは一応その時平面波コードとして一番性能が出るって言われてたんで、まあ海外のコードと比べてまあどんな水準があるか確認するために、まあこの3つのコードのまあ性能を比較して、でまあ XTAP と QMAS を比べて、まあどっちかがその全ての分野によって性能良かったら、まあどっちかに統一して統合しようかみたいな話が最初にあって、それで私このなんか CMSI 着任した頃まだなんか第一元理計算とかをちゃんとやったことがなかったので、結構なんかまあここに若葉マークつけたのはまだ初心者がやったんで、結構これを
まあ、開発者に見せたら、いや、もっと性能出るはずだみたいな、パラメーターが悪いんじゃないかとか、まあ、いろいろ言われたりして、まあ、ちょっと、もうちょっともしかして性能が出るかもしれないし、まあ、あとちょっと、4年前ぐらいなので、今はもうちょっとそこが改善されてるかもしれないですけど、一応その11年頃取ったデータを、まあ、お見せしますと、ちょっと、情報がまあビジーで見づらいかもしれないんですけど、まあ、これはただシリアルで単体で取って、まあ、アイテレーションの数を固定して、まあ、経点の数を、振った時に、時間だ、秒数なんで、これ値が大きいとまあ遅いってことなんですけど、だ経点を増やしていった時にどれが一番まあなんか時間がかかってしまうかっていうやつを調べたんですけど、あんまりバスプラなんか経点を増やすことに、まあ、あとコードのまあ特徴によって、まあ、後でまとめてお話ししますけど、まあ、比較するのって結構難しくて、まあ、なかなか一概に言えるところはないんですけど、一応 X タップは1回のループ、25回、ま、で、あと、バスプは結構普段25回も回らなくて10回以下で収束しちゃうことが多いんで、まあ、この25回って設定も今考えるとなんで25回にしたかよくわからないですけど、だまあコードの特色によってあるんで、あんまりまあ25回っていう回数が適切だったか今思うとちょっとよくわからないんですけど、まあこの素人が何も考えないでやった結果、まあ、X タップは1回のループが速くて、まあ、バスパーだから25回も回さなくて、この収束条件を10の前だ、これはそれぞれアイテレーションの回数が変わってるんですけど、まあ、早くこの何回で回していいからどれだけ早くこの10のマイナス4乗精度近づくかってやると、やっぱりバスプはそのなんか収束の手法をかなり考慮して、いつもまあ10回以下で収束することが多いんですけど、まあ、そのエネルギー、収束条件をエネルギーとかで決めてやると、まあバスプは早いとか、まああと一応その時、まだ私はそのあんまり多濃度でバスプで効率を出すやり方がちょっとよくわかってなかったんで、まあワンノードで、そのまあ、オープン NP として、まあ、どれだけ、そのスレッドを並列したときに、まあ、性能が出るかみたいな比較になると思うんですけど、まあ、こういう比較の仕方すると、まあ、バスプより XTAP とか QMAS とか並列効率がいいとか、まあ、バスプは少ない経点で収束が良いので、まあ、あんまり経点を増やす計算は、まあ、想定してないとか、まあそういうことが分かって、まあいろいろまあ比較をしてみたんですけど、あとまあそうですね、QMAS とかバスプはあまりこの SCF が回らないように収束するような設計になってるとか、まあいろいろコードで特徴、同じまあ平面波コードだといえども、やっぱりそれぞれ特徴があるっていうことがまあ分かって、まあそれぞれまあ特徴があって、まあこれ取った結果、結局なんか X タップと QMAS を2つを比べただけでも、まあどれがいい、まあ比べ方も良くなかったかもしれないですけど、まあ一概にどれがいいとも言えないし、やっぱりまあ目的とか対処物質によって変えれる方がいいんじゃないかと。でやっぱまああとまあこの比較をこれ以上行わなかったのは、まあこういうそれぞれ特徴があるっていうのを分かってっていう時と、まあ、まだちょっと第一計算よく分かってないこともあって、まあ、ちょっとコードを純粋に比較するのだ、まあ、何を基準にして比較するかっていうのをやっぱちゃんと考えて比較しないとまあ意味がないわけで、でも本当に速さだけでいいのとか、まあ、精度は、でまあそのギポテンシャル法だですと、まあなんかギポテンシャルのまあトータルエナジーとか、あの計算で出てくるまあトータルエナジーはなんか数度ポテンシャルによって変わっていくので、まあバルクモジュラスとかラティスコンスタントとか、まあ物理量にして比較すればいいのかもしれないですけど、まあ精度をどう、先々週ぐらいに小田井先生がまあデルタファクターで比較すればいいとか、まあそういうちゃんとした指標があればいいんですけど、
まあ、当時そういうのもよく分かってなかったんで、なかなか制度はどうするかとか、まあ、そこら辺のことが、まあ、よく分かってなくて、そういうのをまあちゃんと考えて方針を立てて比較すればもっと有意義なデータが出てきたかもしれないですけど、まあ、とりあえず当時これをやって思ったのは、まあ、どれかまあなんか比べてこれがいいあれがいいっていうよりは、まあ、ケースバイケースによって行動をなんか変えられるような、まあ、仕組みを考えた方がいいんじゃないかっていうことを考えて、その入力形式のまあ統一化っていう方を、話を進む、こっちの方のまあ開発をメインにするようになったんですけど、まあいろいろその考えてた結果、まあそれぞれの特徴を生かして計算の目的によって、まあコードを変えて計算したいとか、使うコードを変えるときに、まあ書式を変える必要がないと、やっぱ私が初めて第一原理計算で始めて、そのバスプとキューマスとエクスタップって3つのコードをいっぺんにやり始めたときに、やっぱ同じ物質を計算するんでも入力ファイルの形式が違って、いちいちそのエクスタップで計算した後キューマスで計算するときに書き換えたりするのがすごい面倒、なんで同じ物質なのになんか書き換えなきゃいけないんだろうと、なんかすごい面倒だなと思ったことから、まあ、考えたことなんですけど、だ結局その初めどのコードを使うかっていう選択にも関わってくるんですけど、結構今までそんなあの材料系とか研究者でそんなにコードをいっぱい使ってる人っていないと思って、最初にまあこれっていうコードを習得したら、まあ大体そのインプットファイルとしての財産もそれなり経験を積めば残るかもしれないんですけど、そのまあやり方を新たに習得、パラメータを覚えなきゃいけないのも大変だし、入力ファイルもまあ過去のものを使えないから、なかなかこの物質はこのコードの方が向いてるって分かった時に、結構そのコードを変えて計算するには多少ハードルがあったかもしれないんですけど、まあ簡単になんか変換してくれるようなものがあったら、まあ簡単に他のコードを使えるし、あとまあその乱立してるコードをまあどうするかっていう問題もまあ依然としてまだあって、でやっぱりなんか私がやったような比較じゃ、まあ研究者の人がこれを見て、あ、このコードが優れてるから、じゃあこれでいいじゃんって思うような、まあ、データにはなってなかったんですけど、もし利用者がなんか勝手にどのコードもなんか乗り換えるようになっていったら、やっぱり利用者がになんかニーズの高い、利用者のニーズの高いコードがまあ生き残ることになるんで、まあ、勝手に自然淘汰されるわけではないですけど、まあ、勝手に使われるコードが絞られてきて、まあ、それは開発者にとってまあ、ある程度シビアな現実かもしれないんですけど、まあ、そういうまあ統一化にもつながるし、やっぱりそれぞれコード特徴があるんで、まあ、乗り換えられたら、まあ、研究者にとっては便利かな、というので、まあ、その出入、で、今まで、まあ、出入力か形式が、まあ、それぞれ違ったんで、まあ、乗り換えるのも簡単じゃないかったんですけど、そういうのが簡単になれば、まあ、便利じゃないかっていうので、まあ、こういうアプリを開発しようっていう方にだんだん話が進んできまして、まあ、これはちょっと常井先生が最初にその、まあ、C ツールズっていうのは後で説明する GUI を実装したアプリケーションの名前なんですけど、まあ、こういう、まあ、出入力を一体型にして、まあ、いろんなあのインプットとかポストプロセスにまあ対応させて、まあ、これはまあトータル的にこういうことが簡単にできたら、まあ、DR インフォみたいなプロジェクトにもまあつながっていけると思うんですけど、まあ、こういう構想自体がまあ C ツールズっていうまあ便利なもので、あんまりまあ結構そのインプットをなんか書き換えるコンバーターとかは ASE とかいうなんか Python ベースに書かれてるとか、まあ、もともと海外にはまあ多少あったりもして
するんですけど、まあ、こういうのをちゃんと、まあ、日本の高度に合わせて、まあ、整備しようっていう開発の流れに、なってきまして、それでまあそのまずまあ出入力をまあ統合したいんですけど、まあ、いっぺんには無理なので、まあ、まず入力ファイルからってことで、まあ、CMSI のプロジェクト中はちょっと入力ファイルを統合するってところで終わってしまったんですけど、まあ、入力ファイルの統合パラメーターっていうのを作成することがまず初めにあって、それで、コードが2つしかなかったら別に1対1対応で変換していけばいいんですけど、まあ、複数のコードに変換することを可能にする場合には、すべてこう1対1対応させるコンバーターだと、まあ大変なので、まあ1個、まあ後で図を見せますけど、1回常にまあ複合パラメーターってあるパラメーターに変換して、それから自分の行きたいところに行くっていう変換形式の方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、新しい、まあどのコードにも属さなくて、まあパラメーターはある、1回まあ貯めとくような仕組みを作ったのと、まああと変換するシステムもいろいろまあ方針によって変わって、来ると思うんですけど、まあ基本的に、まあそんなに難しいことは、あと最初にまあ入力変換って結構簡単にできるかなと思ってやり始めた時に行き着いたのは、やっぱ同じ平面波コードで方程式解く時に要求されることは同じかもしれないんですけど、そのインプット、コードの種類によってインプットと要求される値が違くて、まあ、デフォルトで設定してるコードも、手で設定しないと動かないコードとか、だから、同じ平面波コードでも最初に要求されるパラメータは違うので、意外と結構同じ平面波コード内でも入力変換をするのは、まあ、意外と大変だっていうことが分かって、それで一応、なんかそのまま値をもら、同じ2つのコードで共通のパラメータはそのまま引きずればいいんですけど、こっちのコードでは設定しなくていいパラメータでも、こっちのコードでは計算 のインプットとして必要なパラメータとか、まあ、逆もあったりする場合は、まあ、推奨値を勝手にまあ考えておいて、まあ、それを勝手に入れるようにしようとか、まあ、いろいろそういう細かいことを考えないといけないっていうことも分かって、まあそういうことも考えてたりしたんですけど、まあこれがまあ先ほど説明したように、まあ XTAP からいろいろ OpenMX とか RSTST とか、まあバスプレイ変換するとき一回まあなんか共通形式に貯めといて、まあそこから打つ。まあこれがまあ具体的な書式で、まあこういう書式で一回値を貯めといて、まあ、違うコードに乗り換えるっていう方式にしたのと、まああと、だからまあこれは規定の違うコード間の変更なんですけど、同じ規定でも結構必要とするパラメータが違うのに、規定が違うとまあなおさらで、あと極大規定の場合は最初に使わなきゃいけない規定を何個用意するか、指定しなきゃ、平面波コードは、まあ規定は平面波、一種類しかないですけど、極大規定の時は最初用意する規定をまあどんだけ用意するかっていうことを最初決めなきゃいけない時に、じゃあこれを変換する時どうするかみたいな問題もあったんですけど、まあそれはやっぱりある程度まあ推奨値みたいのをこちらで決めといて、まあ詳しい人は自分で設定して変えられるし、あまあその乗り換える時にまあどちらかが両方プロフェッショナル人があんま乗り換えることはなくて、まあ乗り換えるときは、まあ片っぽは絶対、まあよくわからないコードを使ってみようっていうこともあるので、まあ推奨値みたいのまあこちらで行って、まあそれでまあうまくいかなかったら、まあ自分で変えてくださいって感じのシステムなんですけど、まあそういうことをやるっていう、まあ仕組みを考えて、まあ、今後アプリの具体的なのは今後示すんですけど、まあ、こういうのを GUI にしたやつが、まあ、C ツールズっ
ていうコードで、まあ、こういう開発を進めていたのが、まあ、一つの仕事 で、もう一つはその CMSI の、まあ、分野進行のような仕事なんですけど、まあ、ソースコードの、まあ、その私がたちがその2011年とか12年頃にマテアプスみたいなサイトを立ち上げた時、その戸先生のアプスとか小崎先生のその OPMS とか公開されていたんですけど、あんまり私たち研究者であんまり自分のコードを公開するっていう考えがそんな一般的であったわけじゃなくて、でもやっぱりそのコードの共有化というか、まあ、同じチューニングをしないっていうのは平面吐き手コードだけじゃなく、まあ、どのコードも今後そのコーヘルトのスパコンを生かすためにはまあ重要じゃないかっていうこともいろいろあって、まあ、ソースコードの公開をまあ推進していこうみたいな時に、まあ、公開するメリ、まあ、そのこれまでのこの配信講義でも、まあ、その戸先生とか小崎先生はソースコードの公開の、まあ、メリットデメリットみたいなことを話されていて、まあ、メリットだったら、まあ、公開した方がいいんじゃないかみたいな話だったんですけど、まあ、私はまあどちらかというと、まあ、公開した方が、まあ、もちろん手間はかかるんですけどいいんじゃないかっていう、まあ、立場で、まあ、このプロジェクトを進めてきて、まあ、その理由をまとめたものなんですけど、まあ、やっぱコードが広まるっていうのはコードの信頼性が高まるので、まあ、化学のケミカルの分野で言ったらガウシャンとか、まあ、今私たちの平面吐き手の世界ではバスプとかがまあ論文にもかなり使われてて、まあ、最低賞も多いかもしれないですけど、やっぱ広まってくるとみんなが確認できるんで、まあ、バスプで計算しましたって、まあ、論文に書いたり、まあ、ガウシャンでその計算しましたって書けば、まあ、みんななんか信用、あ、まあ、自分も持ってて簡単にチェックできるってこともあるし、まあ、みんなが広まってるコードだから、まあ、このデータは、まあ、よっぽどパラメータが間違ってたら変な値出るかもしれないですけど、まあ、信用していいよねみたいなことに、だ研究にとって結構コードが広まるってことはプラスだと思いますし、まあこれはずっと今まで言っていくように、まあ個人レベルでも開発していくのはまあなかなか難しいので、まあ公開してまあみんなで協力してそのまあ開発を進めていくようなまあ体制を整えた方がいいんじゃないかっていうのと、まあ、それでまあ協力していくにはまあ公開した方がまあ知らない人がその勝手にチューニングしたりバグ取ったりしてまあ修正してくれる可能性があって、まあ知らないところでその広がっていくことが期待できるのと、まああとこれはなんかプロジェクトの授業としてのまあ話なんですけど、まあスパッコンのプロジェクトで、まあ私たちのプロジェクトは一応国の税金が使われてやってるので、まあその成果がまあ広く共有される必要がある。だから結構その最近お金をかけたプロジェクトの計算データはなんか公開していこうみたいななんか文科省的の方針なんで、なんか JPAC とか大型施設で取ったデータも1、2年はまあ取った人が持ってってもいいけど、まあ何年か経ったらデータ自体もまあ公開しようみたいに、まあその、まあ、最後にとも関わってくるんですけど、まあ一応その公的資金が入った成果の公表、今まで結構なんかアプリケーションがプロジェクトとして立ち上がってなかなかお金がつくってことは、まあそんなになかったかもしれなくて、まあハード的なものはお金つぎ込んだら一応なんかハードみたいな物体が残るんで、お金をつぎ込んだらそれなりのものが残って分かりやすかったかもしれないですけど、ソフトウェアだと何なんかお金つぎ込んでもなんか成果が出たか、まあよくわか、まあもちろんその結果が物理的すごいことにとかすごい発見とか発明があれば、まあそれは成果なんでしょうけど、まあそういうことがなかった時、なんかまあ成果が不透明的なところがあったんですけど、まあこれだけ予算いただいたから、まあこれだけの行動ができたっていうことは、まあ成果発表としても
なんかまあ重要じゃないかとか、まあいろいろなまあ理由もあって、まあ開発者の人にはまあなるべく、まあもちろんその手間とかかかるし、誤解したくないっていう理由があって誤解したしない人もいるかもしれないんで、まあそれはもちろん開発者の理由なんですけれど、まあこういうことをまあ推進するっていう取り組みもしてまして、で実際にその XTAP って結構その研究して代々伝わってる歴史が長いコードだって紹介しましたけど、実は公開されたのはすごい最近で、OpenMX とかも10年ぐらい前から公開されてるんですけど、まあ結構最近で、で私がその CMSI に来てから公開することになって、でまあそれに携わって、まあ思ったことは、まあ一応歴史が古いコードを公開する準備をに携わってるんですけど、やっぱ公開するなら結構最初のうちに公開しちゃった方が楽かもしれないなって、まあ歴史が一応公開するにはそのコードを書くのに携わった人とか、まあ、全ての人に許可とか承諾を得たりしなきゃいけないので、結構まあそれの承諾取るのもまあそんなに人数多かったりするとなおさらまあそんなに大変なことじゃないんで、まあ公開するなら本当にまあなんか書き始めた時からまあ公開しておく方が簡単かな。でまあ主にでもまあちょっと大変だったと言った割にはなんか箇条書きにしたことは少ないんですけど、まあ主にやることは言ったようにまあ開発者全員の承諾を取るとか、まあライセンスを決める、まあ途中で変更もできるんですけど、まあ面倒くさいこともあって最初にまあちゃんとライセンスは決めた方がよくて、まあこれもまあでライセンスの種類とかは、多分この配信講義でこの五十嵐さんがまあ詳しく説明していただけると思うので、まあ、それを聞いて、まあ、私もそんなに詳ちょっとは勉強しましたけどそんな詳しくないんですけど、でもまあ意外とそのあんまり物理の研究してるとそんなに外へのライセンスとか詳しくないので、結構なんかどれにしたらいいかって、まあ、意外とよくわからなくて、まあ、これも知ってる人が近くにいて聞いたら便利なんですけど、まあそれとか、あと結構その本当に幅広くみんなに自由に使ってくださいっていうコードとか、変えた部分は公開してくださいとか、あとまあ最低使ったら引用してくださいとか、まあもう結構開発者の目標によってまあ分かれてくることなんで、まあ結構これもなんかライセンスはあんまり馴染みのなかった人にとっては、まあそれなりにハードルだし、まあ一応公開したら、まあ使い方がそのわかんなかったら使う人もいないわけで、まあこれもどこまでやるかっていうのも、まあなかなか難しいんですけど、まあでも必要最低限、まあなんか初めてやる人がある程度、できるとこまでまあ揃えないと、まあ公開する意味がないみたいなところもあるので、まあ結構大変だとは思うんですけど、でもあと CMSI で一応いろんな開発者にソースコードを公開しませんかみたいなことを言った時に、みんな開発者が結構口を揃えて言ったことは、なんか自分で適当に書いてるコード汚いから、なんかそれをそのまま公開するのは嫌だとか、あとなんかどっかのコードではなんかお金をかけて業者にきれいに書き換えてもらって、それから公開したとか言ってように、結構そのなんだろう、自分が適当に書いたコードをまあそのまま公開するのがハードル高いみたいに答える人が多かったんですけど、私はまあその綺麗に書き換えるってことよりはこの上の3つの方が全然重要で、それでまああんまりそのなんだろう、アプリケーションをただ使いたいって思ってる人はソースコードは、自分のマシンに合うようにコンパイルするためには必要ですけど、別に
自分でなんか書き換えて新しいことをしようと思わない限り中身を見ることはほとんどないで、まずまあそのコードの中身を気にする人はあんまりいないかなと思いますし、もしなんか書き換え、自分で書き換えたいために見る人がいるとしても、その人はなんか自分で新しいことをしたいっていうまあ目的があるんで、前のコードがなんかいいとか悪いとかに関わらず、まあ目的があるんだから、うまく書かれてようが書かれてないだろうが、まあ書き換えるだろうし、あんまりなんか、私的には、まあ、ケースバイケースかもしれないんですけど、ここはなんか気にするよりは、この上の3つをまあ、ちゃんとやった方がいいかなっていうのが、まあ、私の考えなんですけど、それでまあ、あと、この CMSI でまあ、運用してる、まあ、ポータルサイトがあって、まあ、エクスタップの情報も一応ここに一応いろいろ集めてあるので、まあ、エクスタップに興味ある方は、とか、まあ、あと、次で紹介するタピオカとか、まあ、シークルーズについても、まあ、ご興味ある方は、マティアプスのサイトを見ていただきたいと思ってるんですけど、まあ、一応、あと、このポータルサイトは、まあ、ただ、その、情報を提供するだけじゃなくて、まあ、フォーラムっていう、まあ、その利用者と開発者両方にとって、まあ、なんかプラスになるようなことをやっていこうっていう方針で、まあ、頑張ってるんですけど、なかなかこのフォーラムを、なんか、フォーラムっていうのは掲示板でなんかそのプログラムについてわかんないことがあったら、まあ、開発者直接メールするのはハードルが高いかもしれないんですけど、まあ、こういう掲示板みたいなものに書き込んできてたら、まあ、簡単にやり取りできるかなと思ってんですけど、なかなかこれが普及しないというか、書き込みが増えないのがなかなかの課題でして、なんかやっぱ日本、あと誰かなんか日本人はあんま掲示板に書く習慣がないんじゃないかとかも、なんかまあいろいろあって、まあこれをまあどうするかがまあマテアプスの課題の一つではあるんですけど、まあエクスタップも一応なんかここにバージョンアップの情報とかバグがあったら報告するようにしたりとか、まあ頑張ってるんですけど、まあなかなか難しいところもあるんですけど、まあこういう運営でまあ普及を頑張っているっていうのと、まああとまあ今後その私がここのポインターが出ましたけど、まあ、ここの最後の話が、後の時間でお話しする、まあ、私がエクスタップを普及させるために、まあ、やった仕事なんですけど、まあ、このコードの普及活動も、まあ、どこまでやったらいいのかっていうのは、私もまだよく分かってなくて、まあ、その CMSI にいるときは、まあ、まあ、なんか、実験的ではないんですけど、まあ、考えられることを、まあ、いろいろやってみたんですけど、まあ、あと目標によって自分で、まあ、どれだけ普及させたいとか、どういう人に使ってもらいたいとか、まあ、それによって変わるかもしれないですし、やっぱ、まあ、時間とかお金がかかったりすることなので、まあ、費用対効果も重要かもしれないですし、まあ、そこが、私がやったことがそれに合ってるかわからないんですけど、まあ一応そういう反省もしつつ紹介していきたいと思っているんですけど、まあまずその先ほどから話ができてる、まあタピオカっていうのは一応 XTAP の、まあ、入力支援で、まあテキストファイルを編集して簡単だっていう人はテキストファイルをまあ編集すればいいんですけど、まあ初めて見る、なんか知らないようなパラメーターが乱立してるようなのをなんか見る気がなかなか起こらないとか、まああと結構その Windows とかそういうなんかターミナルとかコマンドを打つのにあんま慣れてない人がこういうなんか GUI とかでクリックしてできた方がなんかまあ実験の方とか簡単だっていう人ために
まあ、GUI で入力支援できるのと、まあ、あと結果が出た時に、まあ、パッて表示できた方がその時間も節約できますし簡単だっていうことで、まあ、結果の確認も簡単にできるようにっていう可視化のソフトを、まあ、昔私が来る前からタピオカっていうのはあったんですけど、まあ、私が来て CMS に来てから、まあ、XTAP に対応させたりとか、まあ、もっと内容を充実してさせて、まあ、整備を進めていったんですけど、で、まあ、まあここら辺もまあ私が来る前からまあできたんです。できたんですけど、まあ結果の可視化もまあ。で、XTAP、まあだからこうガスプとかすごい世の中に広まってしまえば、それそれに合わせたまあ可視化、そうだ、ベスタとか有名な可視化ソフトはバスプのアウトプットに普通に最初から対応してて、バスプで吐き出した結果をそのままベスタで読めるとかなんですけど、その XTAP の結果をベスタで表示させようとすると、まあ、いちいち入力変換とか回しなきゃいけないんですけど、まあ、タピオカとか使えばその XTAP の出力にそのまま対応しているので便利なんですけど、まあ、これもまあどこまで整備するかっていうのは、まあ、整備を続けているまあ、課題とか問題点でもあるんですけど、まあいろいろまあ揃えたんですけど、まああと可視化ソフトだけそのなんかのなんかコードを念頭に置いてないまあバスプとかそういう有名なコードに対応していた可視化用のソフトもあるんですけど、でまあここら辺はアウトプットの可視化、ベスタとかエクスクリステンとかは、まあ、入力支援までは行ってくれないので、まあ、そこが一つの差別化かなとは思うんですけど、やっぱりベスタとかエクスクリステンとか、まあ、その可視化専用のアプリに対しては、まあ、タピオカはまだまだ、劣るとこもあるので、まあ、ここに書いてあるんですけど、でまあどこまでやっぱやるかっていうのが、だから本当にその全部追いつくようにやるべきなのか、まあ一応第 XTAP はやっぱ入力支援の方もついてるので、まあそう、まあだ、全部の統合支援としては、まあマテリアルスタジオっていう、まあ高い、可視化っていうか、まあ入力からなんかネットワークにつなげれば、入力ファイルを作ってサーバーに投げて、まあ、アウトプットまで出力してくれるっていう、まあまあ、高い100万円ぐらいするマティアスタジオっていうソフトにあるんですけど、まあ、そっち方面をまあ目指すのかとか、まあ、いろいろ、まあ、それも方向性とかを考えていかなきゃいけないですけど、まあ、一応タピオカ的にはまあ出入力支援で、まあ、どちらかというと統合環境にやっぱりまあ頑張ってもちょっとベスタ X クリステンぐらいに本当に実装するのは、まあ、なかなか難しいかなとか、まあ、そういうところもあって、まあ、タピオカもまあかなり機能は増やしてきたんですけど、まだまだなところはあって、で、まあ、これが、ここまでがタピオカで、で、まあ、さっき、その、紹介した統合観光みたいな出入力統一を、GUI 化したアプリの形にしたものが、まあ、C-Tools というアプリで、まあ、基本は、この、まあ、一応、入力支援のもっと、なんか、さらに進んだ版で、まあ、他のアプリへの変換にも対応して、で、まあ、先ほど説明したような入力変換に可能にするやつも作ったんですけど、結構その入力変換よりは今なんかすごい便利だなと思ってるのは、いろいろだから変換するときに値を引きずれない場合が多いので、この C-Tools の中である程度それぞれのコードの推奨値みたいなものを提案っていうか与えるっていう機能を実装しましたら、一応なんか構造ファイルが開けるようになったんですけど、このただ単になんか
C ファイルとか X ファイルとか構造ファイルを開いて保存すれば勝手に、まあこれは推奨値でこのままでいい場合もダメな場合もあるんですけど、まあ勝手にこう自動的にファイルを変換してくれるってことになって、別にそのコードの乗り換えで使わなくても、なんかそれぞれのコードの初心者が、まあまずとりあえず使ってみようって思った時に、なんかシリコンとか、まあ簡単な物質でもいいんですけど、まあ構造ファイルさえあれば、ここの、先ほどの起動画面の、まあ、ロードとセーブが赤で囲んであるんですけど、まあ、ロードでファイルを開いて、ただセーブでどの入力ファイル形式に出力するかっていうのを選んでセーブすれば、まあ、勝手にこう作ってくれるので、まあ、今のところなんかこの機能が一番便利じゃないかなっていう気がして、これがまあみんなに使ってもらえればいいかなって考えてて、で、今、XTAP と OpenMX と RSTFT と BASP っていう、まあ、結構いろんな、規定にも対応してますし、まあ、BASP も、対応しているので、まあ、BASP を使っている人は結構世の中多いと思うので、まあ、BASP を使ってた人が、まあ、ちょっと、まあ、BASP を使ってた人が XTAP を使ってもらえる気になるかっていう問題は置いといて、まあ、そのバスプ使ってた人が、まあ、それぞれのコードを使うも便利ですし、あと一応今、炎を計算するときにいいって考えられてる、まあ、クォントムエスプレッソも、まあ、今年度中に、まあ、実装したいなと。まあ、それが加われば、かなりこの、いろんなコードに対応するツールとしては、すごく充実したものになるかなと思っていて、まあ、今結構これの宣伝をしていきたいかなと思う。まあ、自分では結構この機能が便利なんじゃないかなと思っているんですけど、それでまあ、あとまあ、いろいろ試行錯誤的になんか普及のために、いろんなものを作ってまして、一応、バスプは結構、その、開発者が結構、ギポテンシャルもいいなんか収束をするようになんかチューニングかなんかうまく作っていて、バスプが作ってる、まあ、ギポテンシャルで使って計算するみたいに、まあ、いろんなそのギポテンシャルを配布してて、XTAP も吉本さんが一通り作って、まあ、一応それも公開してるんですけど、やっぱりまあソフト的にとかハード的に物質によって計算したいっていう要求もあるかと思って、一応まあ自分でその簡単にウェブベースで作成するツールを作った方が便利じゃないかってことで、まあウェブベースでパラメータ指定して、でウェブの中でプログラム実行して出力する、で一応まあどういう格好のスードポテンシャルができたか確認までできるってシステムを作ったんですけど、ちょっとその大元のスードポテンシャル作るプログラムの書式をちょっと吉本さんと書き、ちょっと、フォーマット変えようっていう話が出てまして、ちょっとまあフォーマット変えてから公開しようってことになっていて、ちょっとこれはまだ残念ながら公開できてないんですけど、まあそこの問題が解決したら、まだこれが本当に便利かまだ試せてないんですけど、まあこういうツールを使ったらいいんじゃん。あとまあ結構その私はそのダジエリの初心者だったんで、ギポテンシャルとかはまあまだそんな自分最初コード使って計算するときにそこまでできなかったから、まあバスプみたいにギポテンシャルはあった方が便利かなとは思ってたんですけど、結構その昔に自分でちゃんとヘメハコードを書いて計算してる人に言わせれば、なんかギポテンシャルっていうものは自分で作って計算するもので、なんか与えられたものを使うもんじゃないと思ってる人もまあいるのかいないのかわからないですけど、まあもちろん普及のためにはあった方がいいと思うんですけど、まあやっぱりまあその可電指数をどれだけ取って硬く計算するとか柔らかく計算するとか、まあ、自分で変えられた方がまあいいっちゃいいので、まあ、こういうやつを作ったら利用者がまあ便利じゃないかとか、あと一応まあマニュアル
は吉本さんがかなり書いてくれ、テクストアップはそれなりに充実したマニュアルを公開してるんですけど、結構文章で読むのがめんどくさい人が、まあ、文章をよく読まなくても動画を見てやり方が分かったらもっと簡単に行動を始め使い始められるんじゃないかっていうことで、まあ、チュートリアル動画っていうのを作って YouTube で公開したんですけど、これが意外と大変、その発案したときはいいアイデアかと思って作り始めたんですけど、これが意外と思った以上に手間がかかりまして、まあ、まずどういうなんか筋立てで話を進めていくか、企画しないと撮影もできない、結構まあシナリオを作るのが結構時間が取られて大変だったし、まあ、撮影もこれは撮って編集するのはちょっと業者に依頼したんですけど、やっぱり1回じゃ終わらないしから、まあ、何回か撮り直したりするしっていうことで、まあ、あと言い回し失敗しちゃったりとか間違ってたりとかあって、結構編集して結果としてこれ30分ぐらいの動画なんですけど、まあ、撮影にはまあ1日かかって、でまあ編集するのは、まあ、自分ではやってないんですけど、まあ、業者に頼んでまあチェックしてここを入れ替えてくれとか、でこれだ費用対効果で言ったらこれはなんかあんまり私的には一番おすすめできない普及活動なんですけど、それにまあまたアプリがバージョンアップしたら一応なんか画面とかも多少入力形式とかも変わるので、まあ作り直さない、まあこれがなんか本当にいい動画があったらそれはすごいいいかもしれないですけど、ちょっと思った以上に手間がかかるし、まあその起動画面とか使い方が多少変わっていった時に対応させてメンテしていくのも、まあよっぽどその撮影と編集が簡単にできる人じゃないと難しいと思うんで、まあちょっとこれが一番費用対効果がないかなと私的には考えてるんですけど、まあ試しにこういう、だからこれ、まああんまり、まあ見ていいものかわからないですけど、結構これは頑張ったっていうのと、まああとまあ講習会はどのコードもまあ普通に、CMSI で主催して、まあ開催していたんですけど、まあ、講習会を開催するだけじゃなくて、その試しに動画で撮って公開しようっていう試みもやってまして、まあ、一応ヘクスタップも録画して業者に編集してもらって、まあ、公開してるんですよ。これだけで結構2時間あって、そんな、まあ、講習会を受けてない人が、まあ、2時間見るとは思えないで、まあ誰が見るのみたいなところもあるんですけど、でもまあこれはまあ講習会受けてない人がで見る人はいないかもしれないですけど、受けた人がまあ復習してはちょっとここをなんか思い出したいかって、まあ復習する人もまあどれだけいるかもわからないですけど、まあ受けた人がちょっとなんか復習程度に見直すことはありかなとは思ってるんですけど、まあこれもまあ実験的な普及活動かなと思ってるんですけど、まあこういうこととか、まあいろいろ試して、まあちょっとまだ効果のほどはよくわからないんですけど、まあこういう活動を、まあこれがその私が CMSI にいる時にメインに行ってきて、私はなんかまあ最初着任した時はエクスタップにどういう形で関わるかは決まっていなかったんですけど、なんか話が統一化の方に行って、なんかその普及活動とかそういうなんか方の開発で、まあ、メインのエクスタップの開発はそんなに携わってこなかったんですけど、だから最後はちょっと私がやったことじゃないんですけど、X タップ自体のコードも、まあ、それなりの実装を、まあ、行っているのを紹介、最後にしたいと思っていまして、で、まあ、これはちょっと実際に私が携わったことじゃないので、あんまり、まあ、細かいことは言えなくて、まあ、紹介程度なんですけど、まあ、
その常置券で、まあ、いる人がいろいろ自分で手法開発して、それをエクスタップに実装させてって試みも結構やっているんで、まあ、それを紹介したいと思ってるんですけど、まずその D さんの、まあ、遠藤君がそのまあ物質構造探査の一つの手法で、まあ、これはあの物質のなんか極小値をたくさん見つけるのに適した手法なんですけど、あるまあ極小値があった時別の極小値に移る手法として、まあ球面ポテンシャルを使って、でそのかさ上げ極小値を見つけた後はアンテを見つけて、それから違うところに移っていけば、まあ、なんか次の極小値に移りやすいみたいな手法、まあ大雑把に言うとそういう手法があるのを、なんかその次ある極小値から極小値に移る時のまあかさ上げにもっと工夫をして、まあ早く効率よく移れるように、まあなんか改良したものをまあチューニングしてる例とか、あと一応 K がどんどん大きくなっていくと、まあ、分割統治法っていうのが有効だって知られてて、まあ、高分子の分野とかだと FMO っていうものがまあ有名かもしれないんですけど、まあ、一応まあなんか何個か分割統治法もあって、まあ、SCDF 法をっていうのをもとに、なんかその普通のその分割統治法だと全系のスペクトルは出ないけど、まあ、工夫すれば全系のスペクトルまで、だから分割統治法だと全系のスペクトルがよくわからないっていう問題点を、まあ、解決するように改良して XTAP に実装するってことを、まあ、D2 の、 その、山田君がやってたりとか、あとまあこれは XTAP 自体のチューニングじゃないんですけど、まあ、今マダケージって都市命名祭の研究やってる、まあ、ただの君は常研の OB なんですけど、そのエクタップのポストプロセスみたいなコードを変える、まあ、炎の計算するコードで、まあ、そのアラモードは優れてて、別にエクスタップで計算した方数以外でも、まあ、バスプとかそのコンタメンスエースで計算した方数もちゃんと読み込めるようになってるんですけど、一応エクスタップの出力をそのまま読み込めるようにただの君が作ってくれてて、一応まあエクスタップの方数をそのまま使って、まあ、炎を計算できるので、まあ、他の、コードとのまあ連携も進めているって、まだエクスタップ主体の方も、まあ、今も常置券とかを中心に、まあ、もちろん吉本さんとかも言ってるんですけど、まあ開発を進めているってことで、まあなんかその私がまあやったことをただ並べるだけになってしまったかもしれないですけど、まあ私がまあこれまでやってきたまあ取り組みをまとめてお話しさせていただきました。以上。